まず初めにですね、当時を振り返って、このバス&ベッド葉山のプロジェクトのどこに魅力を感じてご参加いただいたのかなというところをお話しいただければと思います。なんかやっぱり蔵っていうところなと思うんですけど、なんか例えば古民家のとかっていうのはよくあるけれど、蔵っていうところでって思って蔵みたいな感じはありましたよね。はい、狭いし暗いし湿気とか大丈夫なのとかいろいろな、疑問がありつつ、大丈夫かなって本当に思ったところが、正直なところで、ただもしできたら面白いだろうなっていう感じのこう希望でしたね。半信半疑で進めてたっていうところもあるけど、はい、でもちょっとこれ今そうですよね、当初の写真ですけど、まさかこれがですね、大丈夫かなって本当に思ったのが第一印象ではありました。私たちが求めてるホテル像、はい、もう全て真逆、暗い古いみたいな、なんかそういうものがどうなるのかなっていうことで、そこでインテリアとしてこう関わらせていただいたのは逆にそういうやりがいがあったというか、面白いプロジェクトだったなとは思ってます。ちなみに改装前の中こんなでした、この時にはまだあれですよね、なんかこう今の空間が思い描かれてたとかありますか？ジャグジーバスを入れるって聞いて、はい、って思ったそんななんか大きなバスルームを作っちゃって大丈夫なのって正直思ったけど、面白いよね、もし本当に入るんだったらっていう感じではありましたよね。で、キャラックさんっていう施工やってくださる大工の、大塚さんとかといろいろお話しして、なんか大塚さんはこう自分の大工目線で、この空間をこうすればこうやって入れられるよねっていうのが多分描かれてたと思って、割と大塚さんの感覚でものを見てるとやれるのかなって思っていや無理ですよって大塚さんが言うたら無理なんだなって、なんでも私がやりたいって言っても無理だなっていうのは分かるんですけど、こうされる方がやれるっていう感じでお話を進めていらしたので、やれるんだって思ったっていう感じで、まだその頃も半信半疑でしたね。なるほどありがとうございます。結構時間短かったと思うんですよね、考えていただく時間とか、結構開業までそんなに時間なかったかなと思うんですけども、その中でさ、インテリアのイメージっていうのは、どういうふうにできてきたのかなと。そうですね、やっぱり石でできた外観に対して、中がこう 木でこう組まれている、その感じはある程度残して、残した方が蔵らしさみたいなのは出るかなと思ったんですよね。1階の半分がジャグジーになってこうガラッと変わるけど、でも蔵なんだっていうところで壁とかは残した方がいいんじゃないかって話はしたかなと思う。で、2階に関してもやっぱり天井が面白いじゃないですか、やはりが組まれてたりして、だからこれはこのまま使いたいなという、ただやっぱり白い壁を作ったことで、それぞれのこう良さが際立ったなっていう、ここが全部また木だと下との印象が同じになっちゃうので、木で囲まれた下の印象と上も全部木で囲まれてるってなると、こうちょっと暗さも感じちゃうかなと思ったので、暗さも良さではあるんだけれども、中に入っ2階に登った時にちょっと違う印象も得たかったので、白い壁にするっていう
ことは良かったかな、うん、振り返って天井の良さも出たかなとは思ってます、うん、なるほど。まあ、1階に関しては入った時にいろんなギャップを感じてほしいっていう裏なんだけど、なんかいろんなギャップを感じてもらえたらいいので、まあ、それがまずバスルームであったり地下のジャンプだったりっていうところ思うんですけど、はい、うん、開けてすぐの印象ってすごい大切だと思うので、うん、ここはまずインテリアで言うならば照明、あのこれはイギリスのアンティークだったのかな、あのアンティークのシャンデリア、うん、シャンデリアといってもあのギラギラした感じじゃなくて、あの少しレトロな感じのこの空間にふさわしいものを入れてみたらどうかなっていうのは考えていて、うん、あとはアートが欲しいなと思いました、うん、でまあ、そこは地元 の、 あのよく一緒の仕事もしてた田中健太郎さんにお願いしたわけなんですけれども、はい、でその像の絵っていうのが私が田中健太郎さんを初めて知った時の名古屋で展示会されてる時にあの像を描いてたんですよ。なんか像がいいなって言ってあでもなんかその描き方もなんていうかこう紙に描くんじゃなくて途端に描いてるんですよね、うんうんうん、ここがすごくまたこうアレンジが効いてて、まあ、素材感の面白さっていうのは良かったなって思ってますね、うん、であとその作り付けでソファーを入れようということなので、はい、まあ、ソファーはシンプルなもの合皮の張り地にして、まあ、そうするとクッションで遊ぶっていう感じになるかなということで、うんうん、少しその温かみを持たせるためにあのその手仕事を感じさせるキルムクッションをあのミックスして入れたのと、うん、あとはラグですね。ラグも、うん、まあ、その民族系の古いラグを入れました、うんうん、なんかこう行ったことない方にとってみたらもしかしたらすごく広いんじゃないかっていう錯覚に陥るような写真かなと思ってるんですけど、実際はすごいやっぱり狭いんですよね。あの、この部屋だけでそのちょっと下に2段下がってますけど、はい、6畳ないですよね。ないですね。6畳ない、はい、とっても狭い空間なんですけど、うん、なんだけどやっぱバスルームが広く取られててガラス張りになってるっていうところで、はい、本当に狭さも感じない、うん、なっていうのは印象として、うん、ですね。でこの写真でいうと、まあ、この左側 の、 このミラーが、はい、結構一つの演出なのかなと思ってす、ね、それはね、まあ、ちょっとヨーロッパのどこの国かわからないんですけど鏡があるといいなと、まあ、洗面のところにもちろん鏡あるんですけれども、うん、鏡って広さを感じさせるんですよね。でいろんな方向からその鏡を見た時にいろんな景色を映してくれる、うん、でこれは狭いお部屋の中でも使える、普段皆さんの中でも使える手法なんですけど、うん、例えば外の景色が窓を開けた時に映り込むとか、うん、照明が映り込むとか、うん、いろんなことを演出してくれるんですよね。だから私も家の中に鏡はあるんですけれども、あのただ自分の顔を見るとかっていうことじゃない、うん、インテリアとして奥行きを感じさせてくれたり、さまざまなアイテム、まあまあ、あるいは外の景色っていうものが映り込むことで家の中でそういったこう表情の変化を見せてくれるっていう、うん、アートにはないすごく面白いエレメントの人、うん、でもアートのようなあのこう存在感でもありますよね。そうですよね。大きければ、うんうん、ということで鏡は入れました、うん、こちらがバスルームですね。こちらあの右側が、まあ、トイレになっていて、ちょっとこうやっぱ田中健太郎さんの絵が縦長で入っていて、で左側がバスルームという形で、はい、でこの健太郎さんの絵もバスルームに入ると分かるんですけど、バスルームで細長い窓があるんですよ、うん、はい、そこから見えるように配置してるんで、うんうん、でそういう、まあ、そういうとこ気づいていただけたら嬉しいなってそうです、ね、入れてます。こちらの写真で右側にスリットのただの壁で窓の意味あるかなってちょっと思って、うん、
ていうか、確かにもちろん光明かり取り、はい、影響はなるんですけど、冬あの夜は全く関係ないじゃないですか、うん、例えば、まあ、そこに照明入ってますけど、うんうん、なんかやっぱり欲しいなってあるんですよね。すごい、でもなんかちょっと嬉しくなりますよね、あの気づくと。そうですね、はい、そういう見つけたら嬉しいですね、はい、ポイントが散りばめられてるなと。まあ、ここでもあの何ですかね、いろんなアイテムあるかなと思うんですけど、まあ、カゴ、うんうん、置いていただいたりとか。ここがあの古道具ですね、うん、なんかあのやっぱり古いものと新しいものをこうミックスするっていうのが割と私のやり方なので、うん、はい、綺麗なモダンなところにこう古いなんか蔵を感じさせる感じ、うん、建物を感じさせるっていうことで、あの入れたと思うんですけど、入れたと思う。大花園で見たのかな、これは。あ、大花園なんですね、うん、まあ、いわゆるお風呂屋さんで昔使ってたカゴ。ああ。ちなみにこのタイル、あ、はい、一緒に選んでくださいましたよね。ですね、あの、うん、ジャグジーの奥の壁タイルになってると思うんですけど、下の方がこうカーブになって、うん、わかりますかね。で、そこをカーブにしたかったんですよ。で、ってことはやっぱりこう細かいタイルじゃないとカーブが取れないんですね。まあ、カーブ用のタイルもあるんですけど、はい、なのでやっぱりこういうところにちょっと優しいカーブっていうのをつけたかったので、うん、あの小さなタイルを採用しました。うん、これ。あ、トイレの扉。はい、あの洗面の、洗面じゃない、バスルームに行く扉、はい、そうですね、これあの森戸海岸で拾った石、うん、はい、石がいいなって言ったら設計も担当してくれてた女性が、はい、拾いに行きましたっ、ね、てこれにこう穴を開けて、はい、こう詰めるみたいな、こうねじ込むみたいなのは大塚さんがやってくださったんですけど、はい、こういうこうちょっと質感があるものとか、うん、その土地のものとか、うん、っていうのがあるとなんかね、ちょ、うん、ちょっとしか滞在しないけれども愛着が湧くというか、うん、本当に触るものがちょっとこれ触っていただくと分かるんですけど、なんかこうつや、なんていうんですかね、肌触りがいいっていうか、すべすべで気持ちいいんですよね、うん、なんかそういうこう気持ちよさとか、あ、石なんだって発見みたいなのって、多分その本当に短い1泊2日の滞在の中で、まあ、どれだけこう持ち帰ってもらえるかっていうのが宿作りのポイントなのかなと今お伺いしてると思いました。なんかこういう細かいところにこそ気を使いたいなっていうのは、私が普段から家のリノベーションでもそうですけど、はい、どうしてもこう目に行く大きなところにばかり気持ちは集中してしまうんですけど、うん、ふとしたところとか、毎日使う何でもない場所とかポイントとかっていうところにこだわりが詰まっていると、あーってなる溶けるみたいな、はい、いいよねってなる、かわいいねとかなっていくと思うんですよね、うんうん、で、まあ、初めて来られる方、あ、石だみたいな、そういうちょっとしたところで驚きがあるっていう、はい、うん、まあ、そういうのがね散りばめられていますっていう感じかな、うん、そのまず見えるアートとか曲線っていう、そうで、ん、ですかね、まあ、もしかしたらなんかこういう蔵っていうちょっとこうコンパクトなサイズ感だからこそ、まあ、よりこういう細部のものが引き立つのかもしれないですよね。そうですね、うん、はい、でちょっとまあ階段も、はい、これ実はあの木でできてるんじゃなくて中に鉄骨が入っていて、それをこう小材で巻いているっていう作り方ですよね。そうですね、こう宙に浮いてるような階段、もともとあった階段はすごく急勾配だったので、もうちょっと登りやすく、でお子さんもねきっと泊まるでしょうし、うん、で、まあ、登りやすい階段だけど、やっぱ圧迫感を感じないように、この本当に地を踏む場所、はい、踏み場だけにして、うん、で釣りもロープにして、うん、であの一見木ですけど、しっかりとその辺は
あの構造的にはしっかりと作ったところですね、うん、これがあるかないかだと、まあ、さっき冒頭で見てた写真、私のこの背景の写真もそうですけど、うん、全然違いますよね、この階段の印象が。そうですね、これがね、うん、本当に普通の階段だったら、うん、結構あるかなとは思うんですけど、でなんかちょっとスリルを感じるっていうところ面白いかなと思います。なんか確かにそう、あ、怖いとか言いながらこうちょっと揺れますしね。ちょっと気をつけながら降りるとか、はい、そういうポイントの面白さも結果あるなっていう感じ。そうですね、うん、やっぱなんかもう 体験ですよね、多分いろんな体験をもうこの中にことが、うん、結構体験できますねここね、うんうん、でこちらが2階の空間になってますけど、この照明ってまあいろいろこう見えてる中でもたくさんありますけど、うん、階段側のこの照明結構特殊かなと思ってるんですけど、ね、全然特殊でも何でもなくて、ただの電球、あのミラー電球ってあの、まあ、よくあるものなんですけど、はい、ミラーがこの頭の方に半分かかってる、うん、ミラー電球って調べるとすぐ出てきて、あのご自分のお宅でもそれは買うことができる一般的なものなんですけど、眩しくないんですよね、うんうん、つけることで自分に直接光源が目の中に入ってこないので眩しくなくて、その代わり下半分が明るいので、うん、照らしてくれるんですよね、こうやって、まあ、うん、だからその照明の、まあ、デザインというか電球ね、電球のその作りによって光の回り方が変わってくるものであって、ただ、うん、まあ、よく昔からあるミラー電球なんです。逆もあるんですよ、根元がミラーになってるものもあるし、右半分がミラーになってるものっていうのもある。ああ、そうなんですね、うん、だから眩しくない方向に人が立つとか、うんうん、だ例えば洗面でもいいと思うんですよね、うんうん、周りから拡散して明るく照らす、うん、もう電球がそのままバってついちゃったら眩しいみたいな、うんうん、こういうのが適してる。ですごく簡単に雰囲気が作れるので、これを4灯して、うん、であと天井の針にこうスポット的に入ってるような感じ、はい、と、うん、あと、まあ、ベッドのところにちょっと下がったペンダント、うん、でここはだから照明器具って言われるようなものはそんなに大げさなものは一切入ってなくて、照明のいわゆる背光曲線って言われる照明、その電球からの光の曲線、うん、回り方、その見えるものによものがデザインされてるっていう感じです、うんうん、ギンギンに明るくしたら全然面白くない、うんので、その暗さもありつつ、まあ、最低限気持ちがいいと思える、うん、まあ、非日常感っていうところを感じさせる照明計画にしました、うんうん、あとその暗って普通の家より窓が、まあ、小さい、あの石井さんも最初おっしゃってます、暗いで、なんかそのやんわりとした光と、まあ、今回のまあ、演出された光っていうのもまたすごくマッチしてますよね。そうですね、本当にあの光しかなくて、うん、私も今年の夏初めて泊まらせていただいたんですけど、はい、選書した青木真央ちゃんと一緒に泊まったんですけど、うん、すごく天気が良かったので朝ここから入ってくる光がすごく心地よかった、うん、であの部屋を出るとバーって明るくこうなるけれども、はい、まあ、そのなんていうか逆に開放感みたいな、わかります、感じるような面白さみたいなのもあったし、蔵に帰るっていう感覚もなんかちょっとお家に帰るみたいな感覚もありましたね。ちょっとこう外から隔離されてるじゃないですけど、うん、
まあ、音も聞こえづらいし、まあ、暗いしで、はい、なんかこう外と中との、まあ、隔たりみたいなのって結構感じますよね。外に出たらすごく明るいとか、ね、うん、それがすごくあって、なんか帰る時もウキウキしながら帰ったような感覚が持てる。それって なんでなんですかね。なんかこの狭さかな、分かんない、なんかだろう、お家帰ろうみたいな感じこのあまりに広すぎて豪華なヴィラだとちょっと感じることができない感覚がありましたね。ちょっとまあ秘密基地じゃないですけど、自分の部屋ぐらいの大きさ感なんですかね。もしかして。そうですね、なんか秘密基地っぽい感じですね、やっぱりね。そうですよね、ここにこんな宿泊施設があるんだよみたいな、うん、でここに泊まってるのみたいな自慢になるみたいな感じ、うん、なるほどなるほど、うん、あ、それはすごいですね。私この青って言っていいんですかね、照明がすごい、はい、効いてるなと思ってます。あのキルトですね、まあ、ちょっとそこも手仕事を感じるような、はい、染めした日本で藍染めしてるものだったと思うので。あ、そうなんですね。なんかまあこの怖がりっていう案が、あの石井さんのイベントで出てきたかなと思うんですけど、あの参加していただいた方からも、なんか実際やっぱり怖がりになってすごく良かったんじゃないかなと思ってるんですが、その辺ってどうですか。日本の伝統的な生活様式みたいなのを感じることもできたのかなとは思います、うん、やっぱりバス&ベッドのベッドっていう部分もすごく大切な部分なので、うんうん、なんかそこの部分で怖がり、大きな、まあね、怖がりを、まあ、そこをベッドとして捉えるような感じになるのかなと思うと、うんうん、なんか普通にベッドが置いてあったらつまんなかったかもしれない、うん、まあ、でも狭くはなるじゃないですか、怖がりを作ると床の面積はまあ減るけど、やっぱりその広がりができるのかなと思ってて、そこはすごくいい案だったなと思ってます。うん、まあ、なんか私は逆にノイジーなものがなくていいなとは思ってますけどね、うん、なんかそういうベッドっていう足があったりとか、はいはいはい、なんかノイジーがしていいなとは思いますけど。うん、なるほど、確かに、まあ、ここに座れるっていうのもいいですよね。はい、そうですね。その白い壁にプロジェクターでちょっとこうネットフリックスとか、あの映画流したりして、まあ、ここに座ってみながらもできますし、まあ、ベッドでゴロンとしながら見れるんで、本当おこもり空間っていう感じですね、2階、はい、ちょっとすごくこの写真気に入ってるんですけど、このなんていうかね、テーブルセット、うん、これがあるとすごくなんていうんですかね、まあ、宿としても質が上がりますし、空間としてもこう落ち着くように感じてます。うん、あれでこういう小さな小家具が、うん、っていうことで、例えばここの面にネットフリックスとかそういうものをこう照射した時に、うん、簡単にこう移動ができる、溶かすことができるっていう、そういう意味でこう手軽なこうソファーが入ってるとかそういうことじゃなくて、うん、こういった小椅子、まあ、小椅子って便利なものを置いたり、うん、あるだけじゃなくて、あのいろいろな使い道があるので、うん、あのインテリアをこう空間作りのアクセントにもなるし、うん、ということで、まあ、入れました。こちらちょっとセレクトいただいたハンガーが、これは多分インドのハンガーですね。これも結構アクセントになってるかなと。ハンガーもやっぱりバカにしちゃいけないというか、飾ってない時のハンガーのデザインの良さっていうものをちゃんと考えて選んでおかないと、あの何でもいいものがここにかかってたらちょっとげんなりするでしょう。はい、やっぱそういうところもちゃんと気を抜かないでおくっていう、うん、すごい大切なところですね。でしかもこういう何でもない日用品っていうところに細かく気を使ってるっていうところが結構響くんですよ、うん、だから
そういうところにもこだわりというか、こういうところにこそさっきの取っ手じゃないですけど、うん、考えておくっていうのは大切なことだと思います。はい、うん、それは自分の家でもそうですよ、うん、確かになんか気を抜くアイテムってやっぱ結構ありますね。この間私は4年目にして初めて泊まったんですけど、はい、安心しましたよ。私が最初に入れた時とほとんど変わってなかったから、うん、例えばゴミ箱がプラスチックのゴミ箱に変わってるとか、ポップが何でも何だろう、ちょっとこだわって自分でも細かいところはこだわって選んでるけど、なんか違うものに変わってるとか、うん、何でもそうなんですけど、使えればいいじゃんって思って、うん、何でもないシンプルなものだったらいいんじゃないみたいな感じで入れちゃうんですよ。でもそうなるとそれが積み重なっていくと結局普通のものになってしまって、結構悲しい思いすることが多いんですけど、うん、4年経ってまずすごく綺麗だったっていう清潔感があって、すごく綺麗だった。バスルームに関しても手洗いもそうだけど、水回りがとても綺麗だったし、一つ一つの小さなこだわりも壊さないかな、うん、家内でいてくれて大切にしてくれてる、うん、まあ、とても感じて、だから真央ちゃんと泊まった時もすごい綺麗に使ってくれてるよねって、それは感心しました本当に。でも本当にそう、そこなのかなって気がします。私なんかやっぱりインテリア最初に関わって、うん、オープンは綺麗なんだけど、その後どうなっていくかっていうこと、うん、気になるんですよね、うんうん、だから逆に4年後に泊まらせていただいたってことはすごくよくって、これまだ1年後だったら、まあ、当然これぐらいはキープするよねって思うかもしれないけど、うん、4年後に泊まらせていただいて、すごくその当時のまま、うん、とても綺麗でしたし、手入れも行き届いてましたし、うんうん、そういう意味ですごく感動しました。今見ていただいてる写真はその4年前の竣工当時に撮ったものですけど本当に今と変わってないですね。見てないですね、うん、でも、まあ、そういう運営側の多分努力もありますし、そういうセレクトしていただいたものが、まあ、こう長持ちするというか、ずっと使えるものであったのも、まあ、こうずっと使い続けられてる一つのポイントだったのかなと、まあ、今お話聞いてます。まあ、そうですね、当然その結構古いものだったり、家具はアンティークの先ほどの入れたりしてましたけど、うん、やっぱりいいものって残ってるので、それをさらに受け継いでいくっていうことになると思うんですけど、うん、長く使い続ける、手入れをして長く使い続けられるものっていうのを、まあ、使っていきたいなっていうのはありますね。それはたとえ新しいものであっても。うん、あと質問としては最後ですね、このバス&ベッド、まあ、プロジェクトの、まあ、ここが面白いよねっていうのをちょっとこうインテリアの観点からお伺いできればなと思ってます。このバス&ベッドプロジェクトっていうのは、まあ、この BBH をはじめとして、まあ、全国にたくさん蔵っていうのがあるので、まあ、その蔵を宿泊していくっていうところで、石井かなえさんの視点で、まあ、こういうところが面白くなるんじゃないかっていうポイントがもしあれば教えてください。まあ、今後いろん全国のこういった使われてない蔵をこういったプロジェクトにっていうことを多分進められるとは思うんですけれども、うん、はい、やっぱりその土地に関連する、まあ、アートであったり、うん、素材であったり、うん、とか例えば分かんない和紙とかね、なんか絵とか、うん、うちの素材をうまく利用して、うん、まあ、そういうことはまあよくあるかもしれないけれども、まあ、その蔵、ここの蔵の中で、うん、バス&ベッドの中でそういう素材感をうまく新しく取り入れるっていうことが、うん、インテリア的には面白く活用できるかなっていうふうには思いますし、その自分のアーティストに絵を描いてもらうとか、はい、うん、その方が絵なのか、また彫刻なのか、うん、いろいろな分野があると思う、うん、
で、まあ、例えばそういう方と縁があってお知り合いになった時に、なんかやってみるとかやってみましょうか、なんかそういうセッションが行われそうで面白いなってありますね。だからなんか、あ、ここの蔵はこうだったけど、例えば長野に行ったらこうだったねとか、行ったらこうだったねとか、そういうちょっと土地土地を行けるような感じでこう見れるといいかなとは思いますけど、少なくでもベースのような温かさとか、ちょっとしたギャップとかをうまくいい塩梅で取り入れられるようになってきたらいいのかなと思ってます。なんか和紙とか、私この前ちょっと越前に行ってきたんですけど、まあ、越前の和紙、はい、あの実際に 見させてもらって、まあ、やっぱこうただ紙として使われるだけじゃすごいもったいないなと思ったので、まあ、そういうのをこうバスアンドベッドに取り入れて、まあ、その宿泊のした人にもちょっと知ってもらえる機会を作ったりとか、なんかそういうこともできそうだなって今思いました。ありがとうございます。あの石井さん のインタビューはここで終わらせていただきます。石井さん、今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。